マルショー自動車製造株式会社は1948年から1967年まで活動した自動車製造企業である。主力製品のオートバイブランドライラック号は先進的なメカニズムの採用で知られ、自動車技術界の日本の自動車技術180選に選出されている。創業者の伊藤氏は1929年、 本田総一郎が設立したアート商会、浜松支店に入社し、自動車修理工としての経験を積んだ。1938年に、本田の下から独立した伊藤氏は、兄と共同で、浜松市の口町に、株式会社、丸商商会を創業した。これが、後の丸商自動車製造株式会社の創業に、あたる。 丸小商会の基幹事業は、整備や点検を軸とする自動車修理工場と輸入、及び国産の自動車部品販売であった。1941年の太平洋戦争勃発後、戦時中数回にわたって米軍に攻撃された浜松空襲で、会社設備や取引先が被災してしまい、丸小商会はやむなく創業停止に追い込まれた。創業者の伊藤氏は、師匠である、 本田総一郎を頼り、本田が創業したピストンリング製造の東海世紀に一時入社した。伊藤は戦後の1946年に事業を再開、浜松市上池川町22番地に本社機能を移転させ、自動車修理販売及びトラックボディの製作を制御とする丸小商,商会を再興させた。その後、社名を マルショー自動車製造株式会社と1948年5月、解消し、二輪車製造ブームに乗じる形で、機関事業を自動二輪車製造に切り替えた。マルショーの技術陣は、一般的なオートバイの動力伝達機構である、チェーンを廃して、ドイツ風のシャフトドライブ機構を搭載したオートバイを、開発、チャンネルフレームに自動変速機構を備えた、オートバイ。 ml 型 150cc の試作に成功した。社名は、伊藤の、唐から、同じ季節に咲く花として連想された、ライラックの名が与えられた。ライラック号開発の背景には、後年ホンダ技研工業の社長となる、川島清の同級生で、丸小自動車製造のエンジン技術者だった、溝渕正の伊藤への進言があった。当時の日本製オートバイ用チェーンは、 技術の未熟や材質面の問題で耐久性が低くとかくトラブルのもとになっていたため溝淵ら技術人は不満を抱いておりチェーン自体を廃する思い切った改良に踏み切ったのである ML 型の生産を1951年3月に開始市場に本格参入する当時の市場拡大傾向でオートバイ事業は順調に推移していく中 販売網拡張のため、1953年3月に本社機能を浜松市から東京都中央区日本橋通り3丁目に移転させた。同年4月には東京本社でヘッドライト周りに燃料タンクを一体化した独創性あふれるデザインのベビーライラック号 JF 型 90cc の発表会を開催した。同年七月には愛知県名古屋市及び 福岡県福岡市に支店を開設、11月に東京都中央区八重洲に本社分室を増設する。事業拡大が続き、1954年4月には大阪市に支店を新設して、強力な販売網を確立。右肩上がりの業績を背景に1957年7月には東京都中央区宝町2丁目にマルショビルを完成させ、 日本橋から本社を移転するに至った。ライラック号は1953年3月の名古屋 TT レースにおいて好成績を収めた。さらに1955年の浅間火山レースにもライラックが参加19のメーカーが参戦する中で非力との全評判であったライラックは有力と目されたホンダやヤマハ鈴木を破って優勝、同社の技術力を世に知らしめた。 しかし、1950年代後期には二輪車メーカーごとの技術開発、生産能力と営業力に著しい格差が生じるようになり、日本各地に膨大な数が存在していた中堅、零細のオートバイメーカーは淘汰の圧力を受ける。マルショもまた経営不振に陥り、メインバンクの大和銀行から鈴木との提携を持ちかけられたものの、伊藤はホンダ総一郎への忠義立てとして、 提携を拒否した。苦境の中、デザインメカニズムとも画期的なスクーターであった、ライラック AS71 を1960年に開発すると、三菱重工業からこれを、同社のシルバービージョンブランドで販売する、OEM 申し入れがあり、伊藤はこれを引き受けた。当座これでしのげると見られたものの、三菱自身も、当時に輪車製造の縮小を期としており、 AS71 を改良したシルバーピジョン、ゲールペットの生産台数は当初の約束と相違するわずかな台数に止まり、またすでに販売網を譲渡していたことから、マルショーは事実上市場から締め出された。再度鈴木との提携に動き出すも鈴木も経営不振で救済に乗り出せず、1961年10月12日に倒産した。結局、 ホンダの下請けとなることを前提に和議を認められたものの伊藤は下請けを請け負わず新型車の開発に邁進する。ホンダ総一郎も伊藤が下請けを請け負わないのを見て見ぬふりをしていた。この結果、マル賞は1962年の東京モーター賞においてライラック R92 を発表した。高速道路網が発達しているアメリカに輸出することに活路を見出そうとしたが、 債権者らはアメリカへの渡航費用でさえ借金返済に充てるべきと督促を繰り返し、アメリカでは仲介の外交官が高額な手数料を要求する事態になった。結局1966年12月にすべての事業を閉鎖し、マルショー自動車は法人としての会社組織を解散し生産された。溝口忠だら優秀な技術陣を要しながら、 と書く宣伝面を重視しがちで、独立にこだわるワンマン経営者であった伊藤忠をいさめ、補佐できる経営面の人材に恵まれなかったことが、マルショーのメーカーとしての寿命を縮める結果になった。その後伊藤は、旧本社工場跡地に、ライラックスョと名付けたマンションを建設、オーナーとして、余生を送り2005年に死去。溝口は、ブリジストンサイクル工業を経て、台湾で、 オートバイ産業に携わり、帰国後超小型餃子製造機を開発して、浜松餃子ブームのきっかけを作った後、2000年に株式会社テクノマイスを創立して、歩行機器の開発に取り組んでいる。また、マルショ自動車で金型設計等に携わった受け井吉夫は、東産後自動車部品等を製造する東和工業所を創立した。その後社名を東和工業と改め、 現在は、小型餃子製造装置専業のメーカーとなっている。マルショー、ライラック号マルショー、ライラック号ベビーライラック SF、ビクトリアベルグマイスターに反を取った、V 型2機と、シャフトドライブで有名である。ありがとうございます。